改めまして中澤沙織役を演じさせていただきます新垣梨沙です。本日はよろしくお願いいたします。そうですね、まず本当に一番最初にこう台本を開いた時にこうスラスラ読めたんですけども、その中で本当何度も鳥肌が立ってゾクゾクってする場面がいっぱいあるんですけども、その私が読んだゾワゾワ感を皆さんにちゃんとお伝えできるように演じたいなと今からすごい楽しみです。もうそんなにこう怖くやらなくちゃとかこうしなくちゃっていうよりは楽しんで、そして監督 のアドバイスやご指示いっぱいいただいて、演じられればいいなと思っております。あんまり霊感とかそういうのはないんですけども、ちっちゃい時に座敷わらしっぽい女の子を見た記憶はあります、ね、でその後にモーニング娘。のオーディションに受かったので、なんか座敷わらし見ると叶うみたいなことを聞いたことがあったので、はい、あれは本当に座敷わらしだったのかなとは思いました。すごいですね、はい。そうですね、これから撮影に臨むんですけれども、撮影が終わった時に、そして完成した時に皆様にご自信を持ってお届けできるように撮影に臨みたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。